やりましょうということですね。LINE で稼ぐ方法について、ニッチなジャンルっていうのを知りたいというふうにご質問来てますね。ニッチな方法で。っていう感じなんですけども、最速の方法っていうと、やっぱり、LINE だったら、情報発信ですよね。それで、まあ、集客の方法として、まあ、サイトとかブログっていうのは昔からあるんですけど、今だったら YouTube の SEO ですね。ビジネス YouTube としての使い方ですね。YouTuber の広告を稼ぐってことではなくて、YouTube のタイトルでですね、SEO 対策ができるんですよね。なので、ここをですね、きっちりやっていくことで、あなたは、最速で LINE に集めることができます。概要欄の方からですね、LINE に、公式アカウントにつなげて、そこで、あなたのですね、価値観を伝えていって、あなたのサービスとかですね。まあ、アフィリエイトが LINE 公式アカウント一応、公にはできないようになっているので、まあ、できればですね、あなたの PDF ファイル、音声ファイル、動画ファイルとかですね、あとコンサルとかですね、あなたのコンテンツを売るっていうことをされた方がいいと思います。その